グッペいくぞ。おう、チェンソールセット、レッツゴーオン。はい、ということで始まりました「フラダンスした TV よ」はい、ということなんですけれども、まあね、この衣装を着てるということは、そう、皆さんでもお分かりの通り、コラボでございます。ということで、早速、紹介していきたいと思います。今回のゲストは、ゴーンブラック、石原軍平役の海老沢健二です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。海老ちゃん、久しぶり。久しぶり。ねえ。どう？いや、もうフリーに、お互いフリーになってね。うん、なった。ね、しかも海老ちゃんに関してはフリーになりたてじゃない？なりたて。だよね。でもさ、ちょっと待ってね。俺、めっちゃ今、時が止まってんじゃないかって思うぐらいそのままだから。いや、そうそう。俺なんか、置いてきちゃったんじゃないかな。何を。俺、海老ちゃんが俺を。そう、なんかゴーン終わって、いろんなシリーズが続いていってるじゃん。でも安だけ置いていったんじゃないかなって思うぐらい、俺あの頃に戻った感じがあって、今ちょっとドキドキしてるのよ。そう。本当に顔そんな変わんない。本当。マジで変わんない。安自体のがそのままな感じがあって、俺はなんかね、安心してる。これで出会った当時と変わってたらどうしようと思って。変わんないよそれは。だからなんかね、不思議な、しかもこの洋服だからなんか不思議な感覚。あ、そうなんだ。そう。でもね、実はね、海老ちゃんとのエピソードというか、ゴーンね、もうやるって決まって、でも実はゴーンの撮影前に俺海老ちゃんと一緒にね、お酒飲んでるの覚えてる？ゴーンの前。そう、俺さ、沖縄でほら、東映ビデオが初めて男性のイメージ DVD を出すっていう、あの衝撃的な DVD。 そう、フライハイ。あれを撮影をしに行った時に、あれ沖縄が要は撮影の場所だったから、海老ちゃんと実はゴーンメンバーとかとみんなで会うよりも前に海老ちゃんとだから一緒に泡盛を飲んでるのよ。すっごくさ、記憶ないんだよ。マジ？うっそ。俺めちゃめちゃ記憶残ってるよ。え、たまたま？いや、たまたまっていうか、もうゴーンメンバー決まってて、でも連絡先はね、だから交換してないと会えないじゃん。だから連絡先はおそらく最初の方にこれからよろしくお願いしますで多分交換はしてるんだよね。で、たまたま俺が沖縄で撮影があるから、じゃあその当時のマネージャーさんに「じゃあエビちゃんちょっと連絡して呼ぼうよ」って言ったら、エビちゃんがすぐ来てくれたんよ。その時たまたま帰ってた時かな、多分じゃないとだもんね。撮影前だからさ、なんだかんだエビちゃんと最初に会ったのも14年前だから、そうやって考えたら。そうだね、だから当時22で、でも同じ、一緒だから。でも22の時とさ、今もう30になってさ、なんか体の動きとか変わんない？え、変わる。俺なんか確か大きくはなったかも、体が。で、あと点やつやった時もさ、なんか動きちょっとあれって思った時ない？え、嘘。俺さ、そもそもエビちゃんみたいにそんなにさ動けないからさ、多分エビちゃんめちゃめちゃダンスとか超上手だったじゃん。だからエビちゃんはそういうの感じるんじゃない？俺もともとダンスとか全然できないからさ、そんなにアクションして旅してた時に点やつやと思うね。そう。あ、よく覚えてんね。だから最初の挨拶があったじゃん、撮影の。皆さんよろしくお願いしますみたいな。で、ずっと旅してきました、よろしくお願いしますっていうのがめちゃくちゃ印象に残ってて。いや、そうなんだ。この人旅してきたんだって思いながら。そう。なんかあれも久々の演技だったからめちゃめちゃ緊張してて、そうずっと旅とさ、食リポばっかしてたからさ。テストの時めっちゃ緊張してた。そう、超緊張して、なんかカメラの前には立ってるんだけれども、演技のカメラの前には立ってなかったから。だからなんかみんなさずっとやってたじゃない、海老ちゃんたちは。だから俺一人だけめちゃめちゃ緊張してたの覚えてる。で、最初のそのワンカット目かなんかの時が、みんなが集合してるシーンだったから。そうで、ジャックルームのすぐ近くのね、近くでリエちゃんがいて、それを眺めるみたいな感じだったじゃん。で、一言言うだけだけどめちゃくちゃ一言がめっちゃ緊張してたから、後ろでみんながもう笑いそうで、もうめちゃくちゃこいつ緊張してねって。いや、緊張したいわあれ、本当に久々だったもんだって。もうお芝居自体が3、4年やってないんじゃん多分。でも後ろから見て面白かったのが、もう緊張してるから一言言うたびにこうやっていこうとするかもしれないんだけど、芯が1個になってるから全部がこうやって一歩ずつ動いてる、一歩ずつしゃべってこうやって動いてるからめっちゃ面白かった。本当にでもだんだんほぐれてきてるんじゃない、後半からは動き出して、あ、ほんと滑らかになってきた。そう、あの一発目がめっちゃ面白かった。マジでうわ、そんな全然覚えてないな。もうなんか緊張して、あのシーンのことすらもそんな覚えてない。いやマジで近況はどうなの今。近況は事務所フリーになって、フリーになっていろんな自分が今まで見てきてないっていうかできなかったことだったり、見てみたいなって思うことを自分でこう発信していくことができるようになったから、そこはちょっと見たことないところに挑戦したり、あとは今までつながってきた人たちともっと交流を持って自分にできることをやっていこうかなっていう段階かも。なんかさ、フリーになった強みではあるよね、そこはね。まあそうかもね。あれ、ちょっと待って、エビちゃんここにホクロあったっけ、これ。え、できてるできてる。嘘でしょ。まあまあ主張してるけど、だってほら俺これがさ、なんつうの、結構トレードマークだから、自分のゴンちゃんおもちゃになった時もこれが全部ついたりとかしてて、エビちゃんこれ同じ場所にあるけど、あったっけ。え、できたとこ今あるよ、今ありますよね。嘘でしょ。今できたんじゃん。ちょっと待って、確認してもらう。これ今できたんだって。え、何今できたって。嘘でしょ。ここ。え、今できたよ。マジで。すごいじゃん。マジで。このチャンネルでできたほこり。できるか。このね、自分喋って。映った。じゃあヤスと喋ってるからどんどんできたんだよ。そんなわけないじゃん。そんなことあります皆さん。ほくろ気づいてなかったってやばくないですか。だから今できたんだと。しかもさ、ちょっと待って、俺さ、ここのほくろはさ前からあったじゃん。今三角になってるの分かる。エビちゃんもちょっと三角になってるけど大丈夫これ。だから今指さしたタイミングでできたなと思って。いや嘘つけ。ちょっと待って、これちょっと寄ってみて。マジ三角になってるよ。何ほら、こことこことここ三角になってるよ。アップされると思ってなかったんだけどなってますよね。三角なってるの。なってるよ。俺ちょガチ、俺もほら、俺三角ないよ。でも三角ではなかった昔は。俺2個増えた。トライアングル。あ、びっくりした。四角だったとか言われた。1個減った。しかも位置おかしいでしょ。1個だね、こうずれた。だからこのチャンネルで多分できた。できんわ、そんな現象ないよ。そんな怪奇現象やめて。なんかすごいね、古原靖久 TV。 この番組はすごい。おい、やめろやめろ、おかしいだろ。古原靖久 TV 行ったらほくろ増えるみたいになっちゃうから。あのチャンネルだとほくろできるらしいよ。エビちゃんがその謎の紙なんか伝説作るのやめてよ。なんでだから次また来た時とか違うところにできてこうなくなってる。ついにここにできるんじゃない。いいよね、おふくろの話はいいんだけど。何の話してたっけ。いやだからエビちゃんがフリーになってまだ1ヶ月だけど、変わったこと、まだ身体的で言ったらほくろが、今ほくろができたことが。ほくろの話こんなつくと思ってなかったよ。じゃあフリーになってて変わったことはそうだと思う。フリーになって変わったこと、ほくろ。いやいや、もっとあんだろ。今までできなかったもの、それ。今までできなかったもので。いやもうほんとこれね、変わってないよエビちゃん。もう昔からなんかね、エビちゃんのね返答ってちょっと斜め上いくんですよ。そう、斜め上。だからみんなが多分想像しないような答えが返ってくるでしょ。今日もだって会った時に初めましてが最初の挨拶で、いやいや合ってるやろみたいな。でもやっぱりなんか最初謙虚に行くっていう。いやいやいや、距離で、しかもその理由が距離感って大事だよねって。遠すぎるでしょ、そこから始めるもん。始めるそうでしょ。でなんか喋ってるうちに近くなったねって。今日めちゃくちゃ仲良くなったじゃん。いや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 、長かったでしょ俺たち1年間ずっとやって。じゃあ今エビちゃんの、じゃあ例えばフリーになって今後のさ仕事のことはまだそんなじゃ言えないんだけど。そうだね、やっぱりどんどんいろんな話は来てるけど、厳選して、だからそういうのもやっぱり自分でやらないといけないから、こういうのだったらチャレンジしてみたいなとかいろいろあるから、まだ言えないことも多いけど、今後ね、でもさっきのはね、いろいろ話は来てるんで、挑戦できたらなと思ってる。なるほどね。例えば何に挑戦したいとかある？何？なんか他にさやりたいことがさ。でも正直このYouTube に出ることもさ、 YouTube もそこまで出たことなかったから、あ、じゃあやすがどうって聞いてくれたから、あ、じゃあ出てみようっていうのもあるから、これもじゃあ挑戦か。そうだって、こう普段の自分を見せるじゃん。それって結構大変なことだなと。え、でもさ、俺エビちゃんのさ、ご飯あったじゃん、次の日のさ、ご飯って何ご飯だっけ？あすごはん。あすごはん、あすごはんとか結構エビちゃんのさ、素じゃんだったらあれでも、何しゃべっていいか分かんなかった。ああ、そうなんだ。もう作るもので1分ぐらいで収めるからそんなにしゃべれないじゃん。でもこれ YouTube とかだとこうやってしゃべるじゃん。で直さないやつとか見たけどさ、もうやっぱりしゃべりながらも言葉を選んだりとかって大変だなって思うから、 YouTube はちょっとね、今までああどうしようかなと思ってたとこもあったかな。でもまあ今回一人でフリーになったからこそ出てみようと思って。ああ、そっか。え、エビちゃんもじゃあゆくゆくは始めるとかあんの、もしかしたら？でも始めない人も何チャンネルにしようかなと思う時ある。ああ、エビチャンネルじゃダメ。エビチャンネルもうエビチャンネル中身ないじゃん。だから毎回実はですね、ここに今回ほくろができました。自分の体のことだけ話すっていう特殊なことができない。確かに確かに、なんとなくコンセプトはやっぱ必要だよね。このチャンネルのテーマっていうのはなんとか系 YouTuber ってさ、よくあるじゃん。ダンス系 YouTuber とか、なんか美容系 YouTuber とかってなったら、多分俺はヒーロー系 YouTuber みたいになると思うんだよね。でもそのカテゴリーの人って多分そんなにいないんだよね、おそらく。そうだね。で、今までのそのいろんなヒーローとかとコラボしていくっていうのも多分あんまないし、あとは昔のヒーローとかって結構つながってるから、そういう人たちにどんどん出てってもらってっていう、だからあんまり他にないチャンネルやりたいなってのは思ってる。でもそのつながりがすごいなと思って、もうだから例えば1年で何人か出るじゃん、ヒーローって。だからその中でもいっぱいなんか巡って巡ってで出会っていってんだろうなと思って。あ、そうだね。でもなんか本当にね、今年はねめちゃめちゃいろんな、エビちゃんの世代ってさ、10レンジャーじゃん俺たち、ファイブマン、ジェットマン、10レンジャー、ジェットマンと10レンジャーの人とかと結構つながったりとかしてたと思うから。そうだから逆に今度エビちゃんとかもさ、まあこういう動画とかじゃなくてさ、普通に一回合わせてよ、普通に多分みんながゴーオンジャー見てくれたりとかしてて、すっごい見てくれてる。そうだからちょっと多分でもそのゴーオンジャーの時のその見た感じとこれ違うから誰って言われる。一回さ、撮影の時にさ、見てた方がさ、いつも見てますってあったじゃん。いつも見てますって言って、あ、レッドだとかっつって、僕の目の前で、今日ブラックになってるんですかって聞かれたのがめちゃくちゃ印象的で、あった、髪を下ろして、普通に着替えたときに、あったね。だから、そういう感じで。バレないとかあるんだな。あとめっちゃ俺覚えてるの言っていい？なんかエビちゃんがロケバスに来るのちょっと遅れたんですよ。航空公園かなんかでその撮影をしてる時にエビちゃんだけちょっと遅れて、エビちゃんが入ってきた時に「なんでエビちゃん遅れたの？」って確かね、リナかなんか聞いたら「いや違う、なんか警備員さんに今撮影だからって止められて」って言って、あとそれでエビちゃんが「いやキャストなのに、しかもゴーンちゃんの撮影なのにエビちゃん止められて」そう、ゴーンちゃんの撮影なのに止められた。ね、止められてね。気づかれない。気づかれないんだね、私服とかあるとね。そう、髪下ろしてると全然気づかれなくて。気づかれないんだね。でもさ、分かるじゃんね、なんとなくね、そういう関係者だってね。そう、だってみんな並んでんだよ。みんな並んでて最後にいたら分かるでしょ。分かる分かる分かる。あれ面白かったけど。いないんですか？で、本人に聞いたよとね。そうだよね。今はいませんみたいな。今はいませんねみたいな。そうだよね。いやー面白い。でもいや、ゴージャーさ、ちょっとさ、ゴーンジャーの時のさ話でさ、エビちゃんってさ、まあ俺からするとね、もう入ってきた時からちょっとずるいなってのがあるんだよ、ぶっちゃけ。俺めちゃくちゃ言ってたよね。ずるい、本当にずるい。そのずるいがよく分かんなくて、最初出てきた時のもう見た目からセリフからね、もうかっこよすぎる、やばかったじゃんあの時。あのね、編集のでしょ、あれ反響すごかったでしょ。あの反響はすごかったね。 CM 入る前のでしょ。俺ね、めちゃめちゃ焦った記憶がある。俺なんでこのままなんでこのレッドで今一応真ん中でさ、主役でさ、リーダー的な感じだったりするけど、やばい、このブラックに食われるみたいな、ずっとなんかそういう期間があった。めちゃくちゃ当時も言われてたのを覚えてて、何言ってんだこいつって思って聞いてた。めっちゃ思った。何言ってんだこいつって思って聞いてた俺は。そう、ずるいんだと思って、あ、ずるいと思ってくれてんだと思ったから、うん、なんか一回黙るよって言った時いや、もう本当にね、しかもね、このキャラもずるくないですか、皆さん。もう、エビちゃんって、もうね、メイクルームに入ってくる時からずるくて、もう毎回なんかその場のね、ちょっと中心になりがちなんですよね、エビちゃんって。エビちゃんって、ダッシュ5回、ゴーブラックとか言って、本編でみんなやってるでしょ。だけど、メイクルーム入ってくる時に、やすおはようみたいな感じで入ってくるから、これみんなが誰しもが笑うじゃん、そんなの。ちょっと沖縄の風を吹かしてるからずるいのよ、それもずるい。だってやっぱりさ、最初の頃ってさ、印象が大切じゃん。ギャップも大切だし、最初にだから前朝来る時はそういう風だけど、なんか本番入ったら強風みたいな感じで印象を残して、で終わった時にまたそういう風で帰っていくぐらいの印象のギャップを与えたかった。あ、そうなの。いや、だから騙されたってことで、あ、そういうことか。エビちゃん桜にハマったってこと。おはようって言って来てる時も、もう朝早いのもあるけど、おはようって言ってそよ風のようにみんなの中に入っていって、で本番始まったらもう強風のようにこうやってその後もおはよう、またねみたいな感じで帰っていく。そう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 。だからね、もうこの軍平とエビちゃんのギャップもずるいし、そうでやっぱそのヒーローショーとかやったりとかするじゃないですか。でやっぱりね、みんなが軍平が何かするんじゃないかの期待感がものすごすぎて、そうね、元祖ってのがあったんですよ。あったあった。なんかエビちゃんが俺たちのやつを全部真似する。例えば俺とかだったら「乗ってけ世界外れて」ってあったじゃん。その時に俺こういう風にやってんってやるんだけど、これをエビちゃんがね全員のパターンをやったりとかするのがすっごいね人気だったんですよ、当時。でそれをやると、もう今までのトークがなかったかのように全て持ってかれて、最終的にエビちゃんの独壇場で終わったみたいな感じなんだよ。ああ、でもそこまで考えてトークしてくれてたんだね。いやだから要は危機感よ、俺たちからすると。あ、そうなんだ。俺は出た時に出たら、まあその話す内容とか打ち合わせしてるじゃん。その打ち合わせしてる内容だけ把握して、あとは自分が思った通りに喋ろうと思ってただけだ。いやだからそうよ。だからでしかもこれだけじゃなくって、エビちゃんは G3 プリンセスの方にも食い込んでったりとかして、なんか他の誰か一人をつまはじきにして自分がその中の一人になるわけよ。だからその時ちょうど及川さんとかイベント別で出ない時とかにああ2人しかいないっていうことは、ここに入ればまたここで3人で何かがあればできるなそう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 。ああ汚いいやそんなことで G3 プリンセスですとか言って入ってくるじゃん、すごかったね。でもね、あれはね、兄がね協力してくれてたりとか。あ、そうなの。兄が話してるじゃん。でよく一緒にいたから、だからその時に兄が「これ表でやりなよ」って言って「あ、いいですいいです」って言ってたら、トークの時に「そういえば一人なのになんか一人家でやってるっぽいよ」って兄の「ああじゃあやろう」ってなって。そうだったんだ。いやなるほどね。そうだからある意味人を巻き込んでってるね。巻き込んでってるよ。だからみんなだから天性のものだ。天性のもの。人がいいし人がいいし、だからもうそれはもう僕の責任じゃないですじゃあ俺とエビちゃんの、まあ要はお互いのその印象に残ってるシーンとか言ってこよう。なかったこれ作りながら忘れてた。これ出すの。いや、ヤスの印象に残ってるシーンなんだろうな。いっぱいありすぎて言えないな。言えない。俺とエビちゃんのさ、例えばさ絡みとかの。じゃあエビちゃんこれ組み立てられる？これ覚えてる？おもちゃ自体そうだね、触ることなかなかなかったからこれね。これでも一番メンバーの中でもこれね触ってたのってヤスじゃない？いやもう俺絶対俺だと思う。これちょっとこれをせっかくだから持ってきたから、じゃあエビちゃんまあ僕のガンパード相棒ね、僕の考えで組み立てたらいい。いやちゃんと一通りしかないから。あ、一通りしかない。一通りしかないから。じゃあ俺NGを組み立てるからエビちゃんは頑張る。ちょっとエビちゃん見せてあげてよ。ガンパード相棒のねガンパードガンだっけ。ガンだよね。でも声が最初登場した時に低い声だったから、一緒になるって言ってそこで高くしたんだよね、変身を。あ、声を。そうなん。へえ、そういうのがあったの。エビちゃんでもこれ組み立ったことある？これロボないな。ちょうどその当時に甥っ子姪っ子が見てたから、やっぱり送ってあげてたりしてたんだよね。そっか、じゃあ自分ではほぼないね。そしたらどっかもこれ一瞬よく歌ってるのめっちゃ高いねこれ。めっちゃ早い俺。これでやってるくらいの速い。なんだっけこういうキューブのやつ。キューブ何なんとかキューブってあるじゃん、色揃えるやつ。ああルービックキューブ。ルービックキューブね、もうめっちゃ速い。もうできたこれレンジがめっちゃ速い。もう俺ももう家に飾ってるから。そんな澄んだ目で見ないで待ってって。やばいやばいこれレンジがめっちゃ速い。そんな澄んだ目で見ないで。じゃあヒントちょうだい。どっちだったっけ。こうだったっけ。だから右手打ってなかったガンパーを。うん右手で打った記憶もあるんだけどな。すごい速い。そうこれ全部やつがやってくれたから俺足しか広げてない。はいこう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 完成。頭完成したね。そうこれでそうこれは頭のこれだけでいいんだっけ。そうそれでいいんだっけ。はいねえうんできましたできました。はい、エンジン音頑張るを。でもさこれがさあとさ2体いるわけじゃん、うん、めちゃくちゃ制空王と強烈王。これ作るのすごいでも時間かかるじゃん、うん、よく作る。そんなかかんだけどね、うん、だって当時のその6歳ぐらいから、あ確かにねすごいよね。だからそう総重量も3キロ超えるし全部合わせたら50センチくらいいくから、うん、そうでもね実は今年のドンブラザーズっていうのが、うん、ドン鬼退治っていう一番初期のやつだけでもう35センチくらいある。だからエンジン音と並べてみたんだけどめっちゃでかい。じゃあもっと大きくなることだと思う。最大級って言ってるからもしかしたら大きくなるんだ。俺たちってめちゃめちゃでかかったじゃん、うん、あれをこすものを作る。そうやばいよね。はいということでじゃあエビちゃんじゃあさそのゴーンジャの時のちょっと話をさまあ戻してくれる。そう戻してくれる。そうだよねその話をするっていうので話をしたらあ忘れてた作り始めてそうじゃないんだよ。だから俺とエビちゃんのさ例えば絡みとかでさなんか印象に残ってるシーンある。俺はもう本当に一番最初のエビちゃんが入ってきたやっぱあの時っていうのは最初敵だったしトンネルの中懐かしい。だって兄が出てきた時も危機じゃん。そりゃ言ってた。エビちゃんが偵察に行ったんだよ。それでもこんにちはこんにちはつびに行った仮面ライダーキコッパーのさクールなキャラさちょっとさなんか得体の知らない感じがちょっとあったから怖いみたいになったからさそうそうバーン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 ってくるからもうそのままガーンってくんだよっていう時だったらボーンってしたら嘘だろと思った嘘だろと思ったマジでマジでびっくりしたってロックを無言のまま結ばれて「俺ろ」って言われたのやつだけがポポポ俺さそれバレたらさ交番になると思ってさだからもうそれも危機よバレないように。だからシーンはしか知らないなこの話。ということでお送りしたのはマッハ全開ゴーレットマッハで行くぜまたなー。チャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします。